はい、どうも高橋です。岩地です。ということで、多分今真っ盛りな、まあ就活生にとって真っ盛りなものといえば、冬インターン行くか行かないか、これは多分今就活生にとって大きな悩みになってるんじゃないかなと思います。なるほどね。はい、でですね、まあ、ざっくり言います、うん、冬インターン行け。ほう、行きた。行け。え、なんで冬インターン行った方がいい？ね、これマジでその冬インターンとその夏のインターンと違って、冬インターンっていうのは枠がまずそもそも多い、うん、これね、まあ序章なんだけどね、これ、まあ、枠が多いってことで、まあ、入りやすいっていうのがあるよね。なるほどね、うん、これがなんで入りやすいのか、入りやすいから行った方がいいのか、うん、それがなんでその今後につながるのか、これちょっと話していきたいんですけど、うん、3つ説明したいなと思います、はい、1つ目は、はい、優先選考、早期選考に乗っかるチャンスがあるってことね。なるほどね、うん、これ何がいいかっていうと、何がいい、まあ、冬インターンって夏インターンより取る人が多いよね。へえ、そう。つまり、これ入るチャンスが増える、増えるね。頭良くても悪くても、うんうん、面接さえ通れば入るじゃん。へえ、そう。ああ、じゃあ行くだけでも価値がある、ね、そう。なるほどね。で、まあ、人が多いってことは、まあ、ちょっと若干下がっちゃうね、価値は、うんうん、ただそこで頑張れば優先選考に乗れる、選考、早期選考に乗れるチャンスが、ああ、なるほどね、チャンスが増えると、そうそうそう、行くだけで、行くだけで、ああ、なるほど、ね、行った方がいいんです。行った方がいいです。要は行けってことなんですよ。お前ら行け、お前ら行けってことなんですよ。で、2つ目は本番に強くなれる。本番に強くなる。あの、数打つのが大事ってめちゃくちゃ言うじゃないですか。まあ、あの野球でも千本ノックとか言うように、うんうん、何回も打つやん、うんうん、同じです。面接も何回も打たないと強くならないです。なるほどね、うん、離れみたいなのが必要。そういうこと。なるほどね。でもさ、一応あれじゃない、みんなバイトとかやってるから、バイトの面接くらいはしたことあるじゃん。バイトだけやろ。お前ら多分バイト以外のさ面接したことある？ねえだろ。ねえだろ。そういうことなんですよ。確かに。バイトの面接とか基本的に取る側で考えてるから、うんうんうん、そう、切り落とす面接じゃないよ。なんじゃ全然違うね、バイトの面接。でも同じじゃない、バイトの面接。いやいや、何が同じでしょ。だって今面接は切り落とすの、何万人いる中の10人とか何千人いる中の1人を選んでいくっていうことは間違いなく切り捨てる。なるほどね。つまり自分をアピールしないといけない、面接をしないといけないね。これはできないです、あなたたちには。でもまあ今冬インターンでしょ、ちょっとめんどくさいなみたいな人結構いいんじゃない？そうなの。そうなの。冬インターン行かないで本番でできますか？いや、できないです、これは。間違いない。言い切れる。うん、間違いなくできない。そっか。だってスポーツ選手、ね、いきなりその J リーガー出てシュート打てって言われてできますか？できないでしょ。ね、野球選手でいきなりね、海外アメリカ渡って大谷選手の次に打ってくださいって言われてできますか？できないでしょ。同じです。なるほどね。全部、いや、もう本番ぶっつけ本番とかじゃ無理。無理です。なるほど。で、3番目は3つ目、就職活動面接においての切り札になるんですね。これもう切り札、切り札。どういうことかっていうと、例えばまあインターン生で、まあ、いろんな企業行きましたと、うん、ってなったらいろんな企業に行きましたっていう箔がつくんだね、その人に。つまりこの人はいろんな企業を見て中で、その中でこの私たちの企業を選んでくれた、もうこれだけでもだいぶね、企業側としては、あ、なんかこの人って私たちの企業にちょっと魅力を感じてくれてるのかなっていう思いが伝わるんだね。つまりあのエントリーシートにあるんですよ、各ランクが。絶対絶対あります。どこの企業でも。どこに行きましたか。で、ここで一番大事なのが、その同じ関連業界の企業名を書くっていうことです。じゃないと意味が分からない。なるほどね。だってまちまちだったら意味分からない。はいはい、例えば何でもいいや、ニトリとか。で、俺建設がいいから大成とか、あ、やっぱ電車もいいから京王とか書いちゃうと、どこに行きたいのかよく分からない。あ、なるほどね。そう。で、この人何考えてるのか分からなくなっちゃう。だからもし自分の行きたい業界、何でもいいや、例えば不動産だったら不動産関係のところに行く。なるほどね。これが大事。うん、すごい。で、それが書いてあれば、あ、この人って不動産業界のことをよく知ってるのかなって思われるんですよ。
思われることがあります。なんか行きたい業界みたいに決まってない人がいたらそれどうするの。確かにこれがまさしく場打つ本先、さっき言ったように本場に強くなれるっていうちょっと関係するんですけど、いろんな業界を見ることで自分の行きたいところっていうのが、うんうん、多分核が決まってくると思うんですよ、うんうん、そうすれば本場に強くなれるっていうのは自分のその好き、自分の好きとか嫌いがね、そう、あ、なんか分かってくる、分かってくる、なるほどね、そうなると、はい、必然的に本場に自分が言いたいことっていうのは決まってくるんですよ、うんうん、これも本場に強くなれる一つの理由、また別のねちょっと核があるんだけど、はい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 、そうっていう意味でダブルの意味で 本場に強くなれるっていう、うん、し、なるほどね、自分の切り札、そう、業界が決まれば切り札になれるし、なるほど、結論言います、はい、絶対に冬インターン行ってください。この動画がいいと思った人は YouTube のチャンネル登録お願いします。 OK、 あと高評価も、はい。